はい、皆さんこんにちは、こまめです。今日はですね、筑後にある自動車免許試験場に行ってきました。交通違反を繰り返してしまってですね、携帯電話とスピード違反なんですが、累積が6点になってしまってですね、免停だと思ってたんですが、条件によってはですね、免停になりません。ちなみにですね、この道は筑後のですね、免許試験場のすぐそばなんですが、昔はですね、ここおばちゃんたちがたくさん立っててですね、呼び込みをしていました。この辺ですね、有料駐車場を兼ねたですね、免許の各種手続きを手伝ってくれるところが何か所かあってですね、写真を撮ったりですね、書類の書き方を教えてもらったりだとかですね、もちろん有料なんです。で、結構な金額を取られていたようです。しかもですね、別にここの有料駐車場に停めなくてもですね、試験場には無料の駐車場があったんでですね、知らない人は結構カモにされてたようですね。で、今回ですね、私が試験場に行ったのは違反者講習というものを受けるためです。で、この違反者講習、かなり美味しいんです。美味しいというとですね、語弊があるかもしれないんですけども、かなり優遇されているような気がします。特権としてはですね、まず免停にならないということです。例えばですね、7点マイナスの場合、累積が7点になった場合はですね、短期の免停、30日の免停なんですが、もちろんですね、免停講習を受けることで短縮されて1日の免停になるんですが、たとえですね、1日であったとしても免停は免停です。その後の処分も変わってきますし、免停講習を受けるその日にはですね、当然車では行けません。で、私がですね、最もすごいなと思うのは、次のですね、累積がゼロになるっていうやつです。これはですね、かなり優遇されています。通常ですね、免停になった場合はもちろん、違反をした場合ですね、累計の点数っていうのは、1年間無違反でなければゼロには戻りません。例えばですね、私、今回7月と8月に違反をしてるんですけども、通常であればですね、来年の8月の違反をした日、その日にならないとですね、累積の点数っていうのはゼロになりません。ところがですね、この講習を受けるとその日からですね、累積がゼロになるんです。だからですね、今もし私がですね、携帯で違反して捕まったとしても累積はマイナス3点になるんです。1年以上ですね、違反で捕まらなかった場合と同じ状態なんで、もちろんですね、免停になるなんていうことはありません。で、これはですね、免許試験場の方もおっしゃってたんですが、実車講習といってですね、2人で車に乗ってコース内をぐるぐる回るようなのがあったんですが、その時に話したんですけど、やはりですね、この違反者講習での特権っていうのは優遇されすぎてるように思うとおっしゃってました。バランスを欠いてるっていうふうにおっしゃってましたね。で、実際ですね、現実的ではないんですが、例えば累積が5点の状態でですね、1年間無違反で車に乗るより、わざとですね、1点の違反をしてですね、6点に達して違反者講習を受けた方がいいんじゃないのかなと思ったりもします。もちろんですね、法の趣旨に違反してるでしょうが、法の趣旨に違反してるんでやっちゃダメだと思うんですけども、ただですね、今携帯電話の違反というのは3点なんで、累積が5点の時にですね、もし携帯電話の違反の中で捕まっちゃうと、累積が8点になって、これも免停が確定してしまうんでですね、やはりそういうことも思ってしまいます。次のですね、前歴にカウントされないっていうのはですね、もちろん免停にならないんで、免停になったという前歴は残りません。で、もしですね、免停の前歴が残ってしまうと、その後のですね、3年間なんですけども、その後の違反をした時の処分の内容が変わってきます。ただですね、この違反者講習、特権がすごく大きいんですが、誰でも受けられるというわけではありません。条件がすごく厳しいんです。というよりもピンポイントなんです。で、この違反者講習を受けることができるのはですね、累積点数がちょうど6点であることなんです。5点はですね、もちろん関係ないんですけども、7点だったり8点だったりではダメですね。で、その6点のですね、内容が問題なんです。一発6点のマイナスだとですね、これはもう免停になってしまいます。その内容がですね、3点以下の軽微な違反の累積であるっていうのが条件ですね。で、あと過去3年でですね、この違反者講習を受けてないこと、これはさすがにちょっと当たり前かなと思うんですけども、これですね、ある自動車学校の
ホームページではですね、まあ、1年と書いてあるところもあったんですけど、まあ、福岡県警のですね、ホームページで見てみると3年って書いてあったんで、多分3年だと思います。あと、過去3年でですね、免停講習を受けてないこと、まあ、これも当たり前だと思うんですけども、まあ、こういったことがないことがですね、違反者講習を受けることができる条件となります。で、講習の内容なんですけども、まあ、大きく分けるとですね、3つに分かれてます。社会参加活動コースが、まあ、2日間で受けるパターンと1日で受けるパターンですね。で、もう一つがですね、実車指導コース。まあ、これはですね、1日のみでしか受けれません。で、まあ、どちらにしてもですね、半日は座学で、もう半日はですね、実車の講習だったり、まあ、社会参加活動だったりします。で、金額の方はですね、社会参加活動がですね、9,950円。で、自社のコースがですね、13,400円なんですが、まあ、これはですね、福岡県の場合で、まあ、県によってですね、少し金額は違うようです。まあ、どちらにせよですね、実際に講習を受けるとなればですね、交通通知書っていう、まあ、黄色い、本当に真っ黄色のですね、イエローカードみたいなやつが送ってきます。まあ、どちらにせよですね、こういった講習を受けないでいいようにですね、安全運転に心がけられてはと思います。ご視聴ありがとうございました。